皆さんこんにちは、あじまです。今回の動画はですね、カメラとかレンズを使ってですね、写真を撮っていく上で実はめちゃくちゃ大事なんじゃないのかというですね、記録メディアについて私自身がここ最近ちょっと悩んだ経験を踏まえて解説していこうかなと。結果ですね、今回の動画見ていただいて、ここ最近の記録メディア事情の安全策みたいなものを把握していただけたらなと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマです。いつもですね、動画ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではですね、撮影に関することとかカメラに関すること、中心にね、毎週更新しておりますので、初めての方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして記録メディアですね、 SD カードとか、CF エクスプレスとか XQD カードとかコンパクトフラッシュとか、このあたりについてですね、思うところとか、私はこういう風に使ってますみたいなものがあればぜひコメント欄で教えてください。まずですね、結論をお伝えすると、記録メディアっていうものはやっぱり品質と、速度っていうところで選びましょうというところです。最近のカメラっていうのはですね、高画素かつ大容量の、記録メディアっていうものがすごく求められてきています。で、SD カードであれば、データの転送の上限値であったりとか、速度表記みたいなものがある程度アッパーが決まっている、ある程度も落ち着いている印象があって、SD やったらこの辺までやんね、そこからは XQD とか CF エクスプレスに任せましょうっていう風になってきてるかなと。速度であったり容量を求めると XQD、CF エクスプレスで、可能な限り速度を、そこまで求めへんし、容量もね、そんなに求めないんであれば、十分 SD カードでね、やっていけるという形で、どっちかっていうと中級期までは SD で、上位期になってくると XQD とか CF エクスプレスを併用するような形になってきているのが最近のカメラの主流かなっていうふうに思います。で、少しこの XQD カードとか CF エクスプレスについて、疑問として、どの商品選べばええのっていうところが悩みがちやと思うんですよ。で、 XQD カードであればニコン純正が出してくれてるんですよね。ちょっと前までその Z6II と Z7II やったかな、キャッシュバックというよりかはどっちかというと XQD 同梱キャンペーンみたいな形で、カメラ買ったら XQD カードもくっつけますよっていうものがあったんで、悩まずに記録メディアっていうものを用意してね、撮影できるところがあったんですけども、メディアの規格として CF エクスプレス今後主流になるんちゃうかなっていうふうに思ってます。ニコンは現状 XQD カードっていうものが早めにね、採用してずっと一眼レフの時から XQD と SD という併用っていう形で、いろんなカメラの種類が出ていて、CF エクスプレスにもそのアップデートであったりとかファームウェアの更新なんかで対応っていうところはあるんですけども、今後はそのソニーとかキヤノンとか他のメーカーの動きを見ていて、大容量の、データ転送、8K 動画なんかも含めて、やっぱり CF エクスプレスっていうのがメインになってくるんかなっていうのはなんとなく予想してます。で、ここで私自身が悩んだ点が、 XQD カードであればニコン純正があるからそれ買えばええやんっていう話で、安心してたんですよね。ニコンのカメラ使う人間なんで、ニコンの、その純正があるんであれば、おそらくその互換性というか、記録メディアに対しての、トラブルっていうものは一番可能性として低いと思うので、ただ CF エクスプレスのニコン製品純正っていうかな、ないんですよね。多分私見つけれてないんですよ。で、 CF エクスプレスは純正がないんやったらどうしようっていう話なんですよ。で、 Z6II とか Z7II を使っていく上で、その CF エクスプレスであれば、王道のね、ソニー製であったりとか、レキサー、あとはサンディスクなんかが浮かぶとは思います。で、私自身はですね、速度と品質と、信頼性と何よりコストパフォーマンスの高さで、このプログレードデジタルっていう会社というかメーカーがあるんですね。ここの記録メディアを使ってます。最近ね、結構認知度が上がってきている、メーカーさんかなと思うんですけども、
撮影データは時には言ってしまうとカメラとかレンズよりも大事な場合があるので、質と速度で選んでます。だっていいカメラ使っていいレンズ使って写真撮っても記録メディアが書き込めませんでしたってなると、その撮ってる時は楽しいかもしれんけど持ち帰れるデータがないんでね、それって写真としてどうなんというかカメラとしてどうなんっていうところがあるんで、まあ、その撮る瞬間を楽しむっていうのはあるんですけど、撮った後の使い道がないっていうのは困るんで、やっぱり記録メディアっていうのは手は抜けないなっていうところで、結論として品質と速度で選びましょうというところです。でいろいろ出てきてはいるんですけど、まあ、正直なところ主流になっているのは、まあ、左上で言うと、まあ、XQD カードがニコンの場合は、まあ、メジャーといいますか、まあ、馴染み深いもので、右上とか真ん中の段になってくると、まあ、CF エクスプレスという、まあ、ものになるんですけども、その中でも真ん中の左側ですね、このソニーさんのねタフシリーズ、もうこれ選んでたら間違いないかなっていうふうには思います。であと有名どころです言うと、まあ、レキサーさんとかサンディスクさんとかで、私が今ねそのコストパフォーマンスが高いっていうところで使っている、プログレードデジタルさんのねもの、これはもう CF エクスプレスも SD カードも私はもうここで統一しています。なんでかっていうと、まあ、速度が速いっていうのとコストパフォーマンスが高い、まあ、値段が比較的他のところに比べると、まあ、その、まあ、微々たる差ではあるんですけども、比較的、まあ、あのお求めやすいっていうところと、単純にトラブルが今のところ自分の中では経験してないっていうところです。なので、まあ、これを選んでるんですけど、正直本音を言うと一番はニコンの XQD カードを使うべきで、CF エクスプレスを選ぶ場合はソニーのものを選んでればいいかなっていうか、一番安心やというふうに思ってます。でこの私が使っているプログレードデジタルなんですけど、まあ、サンディスクとかね、まあ、レキサーで、まあ、メモリーカードビジネスを、まあ、牽引してきたメンバーの方々が、まあ、カメラのね機能を最大限に発揮させるメモリーカードをハイエンド向けにね提供するっていうことを意識して、まあ、2017年ぐらいかな、α6400 とかなんかそういうソニーのミラーレスがバン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 売れ出したぐらいに、なんか目にしだすメーカーやったかなっていう印象です。でそのぐらいからね私自身は使ってはいたんですけども、ゴールドですね、こっちのゴールドです。こっちのゴールドの方は、まあ、気軽に買えるコストパフォーマンスが高いモデルですね。でコバルトです。これどっちもね CF エクスプレスなんですけども、コバルトはどっちかというと品質重視ですね、まあ、最高品質を求めつつ、言うてもでも他のメーカーさんよりかはコストパフォーマンスが高いかなと。でこのねゴールドとコバルトっていうのは SD カード版にもあります。で Amazon で結構定期的にあのセールの多分通知が来てると思うんですけど、このセールのタイミングで買えるので、私はそのタイミングであの買い替えをごそっと、まあ、その入れ替えとして購入する、補充するというところで、なんやかんやプログレードデジタルを使い続けていると。あとは記録メディアとしてメンテナンスをする場合ですね、まあ、リフレッシュプロっていうソフトウェアなんかが提供されていて、まあ、寿命の把握ですね、記録メディアってどうしても、まあ、消耗品って言ったらあれですけど寿命があるもんなんで、寿命の把握をすることとか、まあ、そのどうしても残存メモリが増えちゃうので、まあ、リフレッシュするっていうところができたりとか、で利用頻度がどうしても増えてくると自然とそういった、まあ、そのちょっとね、まあ、残り物というか、まあ、残存メモリーですよねっていうものが増えていって書き込み速度が遅くなっていってしまう。なので購入当時のパフォーマンス、工場出荷時っていうんかなの速度に回復できるようなリフレッシュ、まあ、メンテナンスっていうのは特に動画を高画質で撮られる方には大切な作業かなと。なのでたかが記録メディアでもされど記録メディアですし、デジタルカメラなんでね、デジタルカメラはやっぱりデジタルデータを管理するものにはやっぱり神経をね使っていきたい。カメラがすごい高性能化している、レンズの描写力がめちゃくちゃいいです。それはあくまで光をデジタル情報にね変換してきて、あのデータとして、まあその保存できるようになったよと。でもその保存する先が頼りなかったらね、やっぱ困るとこがあるんで、ある程度信頼できるところっていうものを選ぶのが、まあ、一番いいかなっていうところですね。いいカメラもですね、やっぱりデータが消えてしまったら無意味っていうところで、極端な話をしちゃうと100万円のカメラを買いました、100万円のカメラで撮影しました、すごく綺麗な映像が撮れますと。
で記録メディアにトラブルがあって書き込めませんと、データが正常に取り出せないとかね、そういった場合って、いや綺麗な映像を残せたかもしれんけど、それを広告に使えへんし、それを写真に焼くことができんかったら、いや無意味やんってなってしまうと思うんですね。でそれは高級なカメラで撮ってますっていうことよりも、いい写真をしっかり残しましたよっていう方が大事やと思うんですね。なので100万円のカメラで高級なカメラで撮る体験よりも、5万10万のカメラで綺麗に、スマートフォンよりも綺麗な映像をしっかり残す方が大事だと思います。でカメラに100万円を、まあ極端な話なんですけどね、100万って100万円を出す余裕があるんやったら、記録メディア側にある程度投資するっていうことが、写真を守る、写真を残すことに対しての本質的な、まあ保険につながってくるんで、すごく大事だと思います。でその話の延長上に、まあダブルスロットがやっぱいいよねとか、そういったところにつながっていくと。ただ注意すべき点として、記録メディアの多くって消耗品なんですよね。カメラとかレンズ、まあカメラもまあ消耗品ってね、シャッターのところとかは消耗品って言われるんですけど、やっぱりそれでも頑丈というか長持ちする。 SD カード、 CF エクスプレスとか、まあ記録メディア全般はやっぱり消耗品やと思ってですね、いいものを買ったとしても使い続けてると、まあ書き込みエラーなんかがまあ出てくるので、その書き込みエラーが発生する前に、まあ一定期間で入れ替える方がいいですよっていう話です。私自身はそんなに過去にね、記録メディアでトラブルの経験っていうものはないんですけども、というか容量がどんどん大きくなってくるというか、大きいものが出てきているので、必然的にそのタイミングでコロ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 入れ替えて、一つの記録メディアに対してそこまで利用頻度が高くないっていうのがありますね。で私は転送速度ですね、その写真を撮った時の、まあ、バッファにたまったものをすぐに書き込んでくれるであったりとか、あとはもうパソコンに取り込む時の速度も含めた全体の転送速度と、まあ、その信頼感ですよね。メディアとして、メーカーとして、商品としての信頼、まあ、品質が安定していて、今まで使ってきて特に問題がなかったので、まあ、入れ替え前提としてコストパフォーマンスが高いメーカーを選んでプログレードを使ってると。これがめちゃくちゃ高いメーカーやったら、入れ替えにちょっとね躊躇するかもしれなかったりするので、まあ遠慮なくね、入れ替えれるぐらいの価格帯で、しかもセールでね、定期的に値下げしてくれるから、そのタイミングでそのタイミングで入れ替えるっていうものを選んでます。でここでニコンユーザーの方が多分悩まれたんじゃないのかなというか、まあ私は悩んだっていうところなんですけど、 Z6II と Z7II でこのCF エクスプレス、こっちですね。SD はまあ別にね、いろいろ対応がされているので問題ないんですけど、CF エクスプレスってそもそも選択肢が少なくて、その上、プログレードデジタルが、使えないというか、載ってないんですよ。実は、Z6、Z7、初号機の方ですね。初号機の方はファームウェア、カメラ側のファームウェアを 3.0 以上にすると、このプログレードの、ゴールドもコバルトも CF エクスプレス使えるんですね。利用可能っていう表記があるんです、公式サイトで。で、私も、ああ、よかったっていうふうに、それで使ってたんです。まあ、プログレードの記録メディアでいいやっていう形でね。ただ、ヒヤッとしたのが、Z6II と Z7II、ニコン側の動作確認済みの CF エクスプレスの中に、プログレードデジタル乗っ取らんのですよ。ってどうしようって少しヒヤッとしたんです。これが今回の私が動画撮ったもう一番の理由、どうしようっていう。で Z6II、Z7II の動作確認済みの CF エクスプレスとして乗ってたのは、まあソニーさんですよね。でレキサーさん、サンディスクさん、この3社が公式に乗ってたんです。ただこれもなんかちょっと怖い話があって、昔から人気っていうのはやっぱサンディスクさんですよね。でサンディスクさんは使えるんかなって思ったら、ちっちゃい字で型番の末尾が NN は OK で IN はダメなんですよっていうトラップというか罠というか、いやそれも赤字で書いてよっていうぐらいのことがあったんです。なので冒頭でお伝えしたように、もうソニー選んどこって、なんかレキサーもなんかちっちゃい字でいろいろ書いてたんで、ソニーは特に何も書いてなかったんで、もう Z6II、Z7II で CF エクスプレスを使う上でちょっとでも心配をなくしたい人は、もうねソニーのやつ選んでる方がいいんちゃうかなって
思います。で逆にもうソニーのんでエラーが出るぐらいなんやったらニコンさん自分とこで CF エクスプレス出してっていう風に使ってる側からすると正直思っちゃいます。ってかもうどれ選んだらええのっていうのがやっぱ悩みどころなんでね。なのでもしこれからCF エクスプレスを購入する方は正直ソニー製をね買ってる。ただまあもっとその原点というか根本的な話に行くと、いや CF エクスプレスを使わんかったらええやんって話になってくるんですよ。 XQD カードを使ってねっていうものがやっぱ落としどころとしては一番無難なんですけど、でも正直ねそのこのカメラの今各メーカーの動きを見てるとやっぱ CF エクスプレスが主流になるんちゃうかなっていうふうに思ってて、 XQD カードと CF エクスプレスが価格差があってね、 XQD カードがそら 2,3,000円とかで、まあ、SD カードぐらいの感覚で買えるんやったら、まあ、問題ないんですけど、 CF エクスプレスと XQD カードって価格どっこいなんですよ。で場合によっちゃXQD カードの方が高かったりもするんですね、メーカーとかブランドによっては。ってなるとやっぱり後々のことを考えたら CF エクスプレスを買っておきたいなっていうのが、まあ貧乏性と言いますかその消費者心理なんですよね。ちょっとでもやっぱちゃんと使う、長いことコストパフォーマンスよく使いたいというか使い倒したいっていうふうに思うので。で私自身はですねニコン側のメーカーサイトに Z6II、Z7II でプログレードデジタルは載ってない、あの動作確認済みには載ってない。ただですよ、あのプログレードデジタル側の、動作確認しましたよっていう、まあ、ウェブサイト側にはニコン Z6II、Z7II で載ってたんですよ。なのでニコン側はプログレードデジタルの記録メディア使えるかどうか知りまへんと、なんかあってもそら私ら動作確認しとらんねんからそらしゃあないわっていう話がニコンさん側で、プログレードデジタルさん側はいや一応ニコンのね、Z6II、Z7II、使ってね問題なく動いたんでまあ大丈夫ちゃいまっかっていうのが、まあ、プログレードデジタルさん側の、まあ、その表記で、私は、まあ、プログレードデジタルさんのその理念というかそのブランドとしての、まあ、その考え方っていうのはすごく紳士的というか真面目だなっていうふうに思ってるので、まあそこはもう信じておこうかなというところで、逆を言うとプログレードデジタルでエラーが出るんやったらもうしゃあないかなっていうところもあったりしますし、そしてそこで Z6II、Z7II はダブルスロットが大事やんねっていう話に来るんですよね。なんかあっても SD 側に残っとるでしょっていう、まあそれシングルスロットで使っとったらな結局意味ないんですけど、結局のところ、まあ、CF エクスプレスに書き込みます。書き込めなかったとしてもダブルスロットとして SD カード側に、何かがねデータとして残っていれば何かしら救済処置できるでしょっていうところで、やっぱり Z6II、Z7II のダブルスロットで画像処理エンジン Xpeed6 が2機搭載で高速でそういったまあデータのねやり取りっていうものができる、記録メディア側が足引っ張らんかったらすごくスピードの速い書き込みを実現してくれる Z6II、Z7II っていうのはやっぱりいろんな面でね優秀かなっていうふうには思います。でメディアの、まあ、選び方といいますか、まあ、本音を言うとですね、お金に余裕がある方であったりとか、少しでもねいやもうそこお金じゃないね心配な部分はもう払拭したいと、安心して撮影したい、絶対に失敗したくないからちゃんとしたもん選びたいっていう方の場合はもうオーバースペック気味な、もう書き込み速度めっちゃ速い、容量めっちゃでかい、ちゃんとしたやつを選ぶといいと思います。というか、まあソニーさんのやつ選んでたらいいと思います。ただ、記録メディアは消耗品であるっていうふうに思ってもらうと、まあ用途によってね、まあ最適な選び方があると思うんですよ。それは書き込むというか取り扱うデータの大きさ、もうこれによってやっぱ変わってくるかなっていうところがあって、カメラで記録メディアを利用するときってざっくり考えると、まあ、JPEG ですよね。JPEG 撮って出しとか私がね他の動画でよく言ってる JPEG。あとはロー現像する前提であればローですよね。まあ、その画像として、まあ、写真として、まあ、その情報量を多く含んだ生データとして持っときたい、ローとして持っとく。
で、あとは動画ですよね。そのまあ 1080p で、まあ、30なのか、まあ、60p で撮るのかとか、あとはもっと増えていくと 4K 動画っていうのがね、最近まあ出てきてますよね。まあカメラ側が熱持つとかいろいろあるんですけど、まあそういったデータの容量の大きさが、まああると思うんですよね。なので、JPEG 画像を、まあ、メインで扱う場合っていうのは、まあ、速度とか容量なんかはあんまり難しく考えんでも、まあ、大体クラス10であったりとか、まあ、UHS-II あたりのものを選んでると全く問題ないんじゃないかなと思います。というか JPEG 取って出しで使ってた時のカメラっておそらく懐かしいと思うんですけど、クラス4とかね、クラス10がまだすげえクラス10が出たっていう時代あったんですよ。 SD カードってちょっと前ね、 4、5年前とかかな。でもそうですよね、それぐらいの前って、うん、クラス4とかが普通に早いって言われてるぐらいでした。で、まあ JPEG 取って出しであればあんまり難しく考えなくていいと。ただパソコンへの取り込むね、速度なんかを考えると、UHS-II っていうね、あのちょっとね、まあ、新しいというかちょっと変わってるというか2段構造になってるんですね。これ UHS-II 対応の SD カードなんですけど、データを、まあ、より高速で、まあ、あの扱いたいなっていう場合は、大体の SD カードここ1段になってるんですよ。上1段だけなんですけど、早いやつはねここ2段になってたりするので、その、まあ、作業効率を上げたい方っていうのは UHS-II のものを、まあ、選んでもらえるといいかなって思います。で、その場合はカードリーダーがね、これ、CF エクスプレスのタイプ B と SD のね UHS-II をデータをね送受信できるものなんですけども、これがね、必要になってきます。なので UHS-II に対応しているカードリーダーが必要になってくるっていうところは、まあ注意してもらってね。これもプログレードデジタルさんのものになります。ご提供いただいているので、ね、大事に使わせてもらってます。で、 XQD の方もあるんですけど、こっちはねめっちゃでかいんですよ。 XQD とね CF エクスプレスのものです。で、サンダーボルトと USB-C があって、私はメインはもうこっちのね USB-C のものを使ってます。で、ロー画像、ローデータであったりとか動画ってなってくると、やっぱりその書き込む、カメラから記録メディア側に撮ります、バッファ経由して書き込んでいきますっていう時に、書き込む記録メディア側が遅かったら、まあバッファ溜まっちゃいますし、可能な限りね書き込みエラーみたいなのが起きないように、とにかくもうデータはもうシームレスに、タイムレスっていうか、その常にねもう受け取ったら書き込めるぐらいの速度の速いものを選んでる方がいいです。ちょっと前はね、やっぱりそのクラス4とかの SD カードで、まあ、長時間、1080とかで撮ってると、状況によってはね書き込みエラー表示が、まあ、出たりしたりもした時代があったので、その書き込み速度っていうものは、まあ、慎重にね選んでもらう方がいいんじゃないのかなというところです。で、まあ、ピンキリだからこそ妥協しないことを勧めますよっていうところで、結果記録メディアね、こういった、まあ、SD とか CF エクスプレスとか XQD カードとか、あとはコンパクトフラッシュとかね、いろいろあるんですけど、そういった記録メディアに関して大前提として、速度とか容量も確かに大事なんですけど、しっかり保存できること、もうこれが一番やと思うんです。てかもうそれが一番の根っこやんねっていうところで、順番でいくと、まあ、品質、安心感っていうところ、ちゃんと書き込めるっていう品質と、で、書き込み速度もやっぱ速い方がいいかなっていうのが上に乗っかってきて、で、品質が良くて書き込み速度も速くて、でも写真2枚しか撮れへんとか、10枚しか書き込めんかったら、毎回データ写すの大変なんで、やっぱ容量もいるよねっていう順番。なので、品質のいいメーカーで、書き込み速度が速くて、ある程度の、まあ、ギガ数、まあ、最近は1テラみたいなものがね、コンパクトフラッシュじゃない CF エクスプレスで出てて、もうなんか SSD のような感じでね、あの使えたりもするんですけども、まあ、そういった品質、書き込み速度、容量っていう順番で選んでもらうと、大きな、まあ、痛手にはならないかなというところです。あと、熱がすごいんですよね、記録メディアって。 SD カードも確かにほんのりカメラ全体がなんか熱持つ感じはしてました。確かにその昔というか、まあ今でもそうなんですけど、ただ CF エクスプレスになってとにかく思うことは、
扱い方間違えたら火傷すんちゃうんっていうぐらい熱かったりします。そんだけまあ熱をね放出するものになりますので、やっぱりカメラ側への負担であったりとか、記録メディアそのものの、まあ、その品質というか、その大事な点として熱のねその耐性っていうものがあると思うので、やっぱりそういったところを含めてですね、妥協しちゃいけないかなと。容量とか書き込み速度って妥協してもいいけど、品質は妥協せん方がええんちゃうかなっていうふうには思います。である程度品質を狙っていくと、必然的に書き込み速度って速いやつばっかりなんですよ。でそこから、あ、じゃあ、128にしますとか、256にしますとか、512にしますとか、そう容量を後でまあ選んでいくっていう感じですね。であまりにも大きい容量を選んでも、記録メディアって結構日進月歩で価格がガガ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 下がっていくもんなんで、あまりにも大きいものを買って、高い時代に大きい容量のものをいっぱい買って、まあ、半年1年後に半値ぐらいに落ちて同じ容量を買うんやったら、まあ、ある程度の自分が使う容量って、まあ、予想つくと思うので、てかもしくは1枚はめっちゃ大きい容量で、あとはまあちょっと減らした気味の、そこまで使い切らない容量のものにして、でそこでまあ定期的に買い替えていくっていうのもありやと思います。で容量が大きいのも確かにいいんですけど、安全策として1枚のメディアにずっとカメラに差しっぱの状態で書き込み続けるっていうのもちょっと危険。まあバックアップとして持っておくっていうのはいいんですけど、ちょっとねそのメディアがもしダメになったりとか、どっかねデータ移すときにどっか行ってしまったら、言ってもちっちゃいもんなんで、かなり悲惨な目になると思います。なのである程度の容量、256とか、まあ、512とか、まあ、512十分大きいか、128、256ぐらいのものをまあ何枚か持っておいて使い分ける方がトータルでの安全にはつながるかなというところで、カメラとか、まあ、レンズが描写力っていう目に見える形でね価格に返ってくるんですね。なので5万のレンズやったらこれぐらい、10万のレンズやったらこれぐらい、20万のレンズやったらおおやっぱりこれぐらいの描写力あるよねっていうのがもう見たらわかるので、まあそのお金を出すその天秤っていうのが判断しやすいんですけど、その CF エクスプレスというか記録メディアって言っちゃえばケチろう思ったらケチれるんですよ。なのでここを妥協するかどうかっていうのは、確かにその写真とか撮影に対してどこまでねストイックというか求めてくるもの、別にデータ飛んでもいいねんっていう方もいらっしゃれば、絶対に飛んだらあかんっていう方もいれば、まあできたら飛んでほしくないけど、そこまで絶対必要か言うと別にそんなに必要でもないから、ある程度品質いいもんやったらいいかなっていう、おそらく3パターンぐらいあると思うんで、まあ、ご自身に合うその記録メディアの選び方っていうものをしてもらえたらなというところで、そうですね、私自身は動画なんかを撮るときはもう容量めちゃくちゃでかくて、書き込み速度がめちゃくちゃ速いやつを積んでますし、まあ、ローデータとかカメラでも、まあ、動画っていうものを撮るときが多いので、容量とか書き込み速度を速いやつ一緒ですね選んでますと。まあ、やっぱり動画でも静止画でも、まあ、その今現時点2021年に技術として提供されている商品として流通しているものの、まあ、比較的いいものを、まあ、選ぶようにはしてます。まあ、ケチろう思ったらケチれるんですけど、ただケチることとコストパフォーマンスが高いって似てるようでちゃうと思うんですよね。なので撮影に出かけた時間が無駄にならないように、記録メディアに書き込めんかったら、そうですね、出かけて、まあ、撮ってる体験、今日一日楽しかったなっていう体験、思い出はあるんですけど、写真データとして持って帰って、読み込みエラーです、書き込みエラーです、写真は取り込めませんでしたみたいなのがパソコンでエラーでポーンって出てくると、何も思い出残ってないみたいな、残ってんのレシートだけみたいな、ソフトクリーム買ったレシートだけみたいな、そういうなんでしょうね、まあそのソフトクリーム買ったレシートも一つの形に残る思い出ではあるんですけど、できたらね写真の方がいいと思うんで、撮影に出かけた時間が無駄にならんように、慎重にね信頼できる記録メディアっていうものを自分で、まあ、選んでもらえたらいいかなと思います。で私自身は本来はニコンの CF エクスプレスっていうものがそのメーカーさんから出てたらね、まあ、それを選んでたんですけども、今のところニコンからは XQD カードしか出てなくて、で XQD カードを選ぶべきっていうのは分かってるんやけど、今後のカメラのその全体を見た
その広がり方っていうのを考えた時に絶対に XQD じゃなくて CF エクスプレスやんっていうのがもう分かってるというか、そういうふうに予想してるので CF エクスプレスが欲しい。で CF エクスプレスの中でまあソニーとかもっといいね Z6II、Z7II でも動作確認されているやつがあるけども、まあその記録メディアって消耗品やから定期的に入れ替えるためにもコストパフォーマンスが高くて品質が良くて信頼ができるメーカーさんで、私自身が使っててトラブルがないところ、かつプレグレードデジタルさん側の動作確認では Z6、Z7II は動きましたよっていうのが、まあ、表記されているので、そこはもうプログレードデジタルさんを信じて使っていこうかなっていう話です。おそらく Z6II、Z7II を使っている方で、まあ、この問題というか、この疑問にね、当たった方もいらっしゃるかと思いますので、一人の、まあ、同じニコンのカメラを使うね、写真を撮る人間として、なんか情報というか考え方が共有できればと思って今回動画を撮りました。こんな形でね、カメラに関することとか写真に関することを毎週配信しておりますので、初めての方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でねお会いしましょう。じゃあねー。